極みクエストをやっていきますよ。ここで陽子様の登場ですね。大放出神殿公認新春ビンゴ大会、こちらをやっていきましょう。メンバーはこんな感じで揃えてみました。で、昨日結構手こずったんですけど、いろいろ試してみたらこれでいけたんで、やってみましょう。よし、体力が27万ですね。これが厄介なんですね。物理防御と魔法防御、あとこの状態異常がかかりやすくなるんですね。これを利用していきましょう。よし、ではちょいちょい攻撃していきましょうね。あ、うまいこと狙ってくれましたね。まだもうちょい狙えばあれでそうですね。よし、でここで腹ペコですね。この状態異常一応効くんですけど、これ以外いろいろ試してみたら、なんかいまいち通らないですね。なので腹ペコ一応効くんで、これを使ってみましょう。低確率ですね。かかるんですね。これ不思議ですね。よし、ここでヘイト入れましょうね。こういうことですね。狙ってくれると成功ですね。よし、これでいいんですね。で、とっておきのゲージが下げられちゃうんで注意です。で、回復も入れておきましょうね。こういうことですね。ここでもう一丁腹ペコでも入れときましょうかね。こういうことですね。よし。物理防御とかも入れていいですかね。よし。そうだな。ここでココアちゃん入れちゃいましょうかね。で、潜伏のスキルですね。潜伏のスキルも使っちゃいましょう。自身の攻撃が一度だけ大アップですね。この時点ではまだ通りが悪いんですね。集めていきましょう。こういうことですね。よし。まだまだ粘れそうですね。よいしょ。もうちょい乗せていきますよ。こっちの方がいいか。ここで溶けましたね。ですね。ディフェンス周りのやつが溶けましたね。ここで攻撃しちゃって構わないと思います。もうちょいでも乗せましょうね。よし。2連発行きたいですね。どうせなので。ここですね。味方単体の物理攻撃が一定ターン特大アップですね。もちろん、ココアちゃんですよ。2連発行きましょう。ダメージ通るといいな。やってみましょう。よし、次。こういうことですね。スタンは取れるでしょう。来た、これでいいですね。まあ、低ランククリアであればこれでいいんですね。もう一発ココちゃん行きましょう。これでいいですね。まあ、こういう感じでも勝てます。これは頭の使いようですね。要は敵の物理攻撃、魔法攻撃が効かなくなってる間は攻撃はしない方がいいということですね。これも面白い感じのダンジョンになってます。うまいこと遅延して遅延して攻撃していきましょうね。で、チャージのダウンとかもいろいろ試してみたんですけど、ちょっとね、いまいちなんですよね。てな感じでうまいことクリアできました。続いてこちらの特攻のライネさんを連れたパーティーでやってみましょう。行きましょう。よーし、行く
くよ。妹たちにかっこいいところ見せなきゃ。やり方は変わんないんですけどね。行きましょう。チェーンソー。よし、腹ペコかけますよ。痛かったらごめんなさいね。では腹ペコかけましょう。お残しはダメよ。もしかかってくれる、これでいいですね。では一発撃っちゃいましょうね。特大アップですね。あの子モフモフしたい。よし、これでいい。で集めていきますよ。さっきと一緒ですね。見て見て、ソーニャちゃん、これでソーニャちゃんにも楽勝だよ。よし、変えましょう。もう一回腹ペコかけましょうかね。痛かったらごめんなさいね。よし、マジ、まあ安全策ですね、よし、ここで変えちゃいましょうね。ますよ。先輩らしいところ見せないと。今物もこうして、かわいくかけたかも。これいいですね。チェーンソー。これはやったろう。ごめんなさい、ね、よし、2連発いきましょう。さっきと一緒ですね。特大アップでいきましょう。次ですね。あ、ちのちゃん、もし捕まっちゃったらこんなことに。皆さん、ちのちゃんは私の妹だよ。てな感じですね。お姉ちゃんに任せなさい。よし、倒せました。みんなの大勝利。さっきから青地でやろうとしてるんです。ちょっとね、タイミングが合わなくて、うまいこと攻撃ができないですね。これどうやら魔法攻撃でも一応攻撃はできるみたいですけどね。僕は物理寄りの方がいいですね。一応ライネさんを使ったパーティーでもクリアできます。こちらの交換し忘れにもご注意くださいね。これですね。上出来だ。こちらのライネさんを交換しちゃいましょう。交渉成立。よし。こちらが完成品になります。これも鍛えるとめちゃくちゃ強くなりますね。あと今回の称号って何なんでしょうかね。あ、これですね。本日の主役は君だ、とっておきの宴会芸ってやつですね。つけときましょう。今日は久しぶりに物置の大掃除をしちゃおうかしら。続いての後日談は1月7日の0時に開放です。こちらもお楽しみに。